え？ん？牛になった。牛になっちゃった。このダストシュートに入ると牛になります。牛になった上で、牛になりましたが、パリーン、最後なのかなこれ。おお、なんだ、 R ボタン押したらブーンって上に反重力装置のごとく、おおおおお、キャトラレキャトラレな動きを自分で演出できる。じゃあこのボタンを押せそうだね。そしたら牛が吸い込まれ、ん？違う？お？このなんだろう、飛んでいけんのかな。さっきの施設の真裏のところにこんなのがあったけど、というか最後のステージが分からなくて悔しい。逆さまになってあのボタン押せると思ったんだけど、それじゃあないのかな、なんか判定がおかしいのか。こうやって複製したやつをどんどん入れていけば山ほど稼げるってわけか。もっと効率のいいのありそうだけどな。もうやっぱりお金はこれを振りまきつつ過ごしてどんどん稼いでいくしかないな。まあ重くならないように注意だね。たまに破壊してやればいいか。でもそんなに言うほど重くないんだよな。むしろあの複製を作る、コピー作るやつ、あれの方がなんか重くなる気がする。これはあれかな、順次破壊もされてるからか。舐めるゴート、やっぱりヤギじゃないか。なんだ、自由、ずっとそれを探していたんだ。なんだ、ドイツが言ってたんだ今のは。何この人もこの人もどんなバカンスしてんの。えい、あ、死なないっていうか爆発しない。え、爆発しないダイナマイト消えるかこれで。はい、シュー、どこかに持っていけば。あ、沈まない。あ、沈んだ。おーん、魚のタコス、なるほど爆発する、そういう爆弾で一気に取る量ね。魚のタコス何度も何度もビクビクビク。郵便箱、あ、郵便箱からちっちゃい男がこれはなんかのパロディなのかな。街はすっかり金まみれ、気分は義賊よ恵まれないヤギに。あとは宇宙に振りまくか。ホログラムかと思ったらちゃんと引っ張れるこの人。うわ、こんなとこにお薬が
これはホバーバイクで助走をつけて飛べばいいのか。んなんか違う。おぶら下がれたけども特になんかあるわけじゃないか。ここも気になるんだよな。ルート66 1/2。ホバーで行けるわけじゃないか。宇宙船かな。よーし、あとちょっとあとちょっと1万切った。これで 100% ロック解除完了。億万長者になったよ。え、どっか開くんじゃないのこれで。でチャレンジ目標、これで終わりか。ん？蓄え始めなければマネービーンのとこ行ってみるか。お、これで20個。どの位置って言えばいいのかな。あ、ここマップがあると分かりやすいね。マネービンに来てみたけどそんなに量変わってない。一応入っちゃう、変身しちゃうけど。チャリーン。でこれで溜め切ったから、もしかしてクラウドキッカーに戻ったらなんかあるかな。で、あ、しまった。ここにいたあいつは蹴りすぎて壁に埋め込んでしまったんだっけか。お、どこにいるか分かんないけど話しかけられるぞもう結局これは変わんないしな。ここか。あとはミッションをこなしておくしかないか。チャレンジ目標終わっちゃったからね。ただ難しいんだよな。まあ、あの謎解き系とかはなんとかやっとくか。牛になった後このマークのところに何かを通せばいいのかな。あれかな、ここにいるこのピュンピュンを連れてきて、よっ、ほい、おいで。これを流し込めばいいのかな。ちょっとちょっと、ほら、そんなとこでおしょんしょんしてないで、こっちおいで。上の階層の牛も連れてきてみたけど、君はどうだい。君もちょっと、ほい。あ、やばいやばい、俺まで行っちゃう。お、やったこれでよかったのか。前の階層の牛を流し込む、そして牛の応接間、いろんな牛の写真が飾ってある。そしてその先にソファー、いらん。お金は一応入れるこれがクリア報酬で、これさっき覗いたやつかな。ここに入るとポットが閉まって、この起動エレベーターで、さっき上から覗いたとこだねバリバリ落としてる。おお、ちょっとこうやって引いて捕獲されてる。だんだん上の方に来て、これもしかして半重力ヤギとか使えばクリアしなくてもいける？どうなんだろう。でもゲートが開いてないとってことかな。おお、復習開いた。壁があるから多分これじゃないと来れないかな。お、
その先には上のあれは気にしないことにしよう。バーガー屋、ビーフ 100% のバーガー屋かい？ん？おお、カーブース、びっくりした。ジュークボックス、うん、なんかある。そっから帰れそうだけど、とりあえず一通り八つ当たりはしておくよね。車乗れたりするかな。乗れないか。車のブーストが、あ、こっち側にも奥にも行ける。飛んでる車、僕は未来にいる。お姉さんからはお金を巻き上げるだけか。うん、なかなか来れそうにないところだから一通り漁るだけ漁っておいて、うんうん、今日のメニュー、さてこっちに行きましょう。ウィーン、お金が少しあって、プシュー、これ宇宙空間に放り出されてさようなら。結局そうやって騙されただけ。このまま落ちていくとどこに行くんだ。これは自動的に一定のとこに落ちるのかな。あ、す、うーん。テスト、うん、これで完了したね。ありがたみがない。牛の状態とかでね、ウォンウォンウォンって言っけど、これを使ってじゃないといけないとこってあるかな。結局このまま行ってもろうそくごと。これでね、上の方行ってもさ、結局宇宙に行くだけだからね。レースをやっておくか。これでそっちじゃない、あそこを通っていけばいいのかな。ギョーン、よいしょ。緑のところを通るとタイムが伸びる。おーっと、ダブルジャンプによりずるっこい感じで伸ばせたぜ。うまいこと。ここはよいしょ、ブーストを使ってと。こっちでいいのか。ほい、次は、うん、一応このホバークラフトの向き、おっと変なところに突っかかえんな。あ、ちょっとやめて、そういう嫌がらせ。おっと、うまいこと入って、でこの隙間人を引きつつ隙間をうまく通ると、ピョン。やべ、時間が少しずつ減ってきた。ちょっとダッシュかなり対応して少しでもタイムをと縮めないとな。ついついこまめに打ってしまってるけども、これで OK か。レース完了。予備予備っていうな。お、君のバイクは疲れを知らないようだ。これでミッションが一つ完了。死んだ。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。